は今川はワイルドオーナーと観光でしょうか。助けております。ご利用いただきまして誠にありがとうございます。これ見たらいい。あの皆さん、あ、お疲れさんです。すごい楽しかったです。友達にもおすすめしたいなって思いました。中でも何かこう印象的な部分というのはございましたか。普段飲めないところでこう駅のホームでお酒を飲むっていうのがすごい楽しかったです。ありがとうございます。これから皆さんご予定なんていうのは。もう帰ります。昨日泊まりました。桜に泊まってきて、うん、そうなんですね。この千曲という土地のワインもあったかと思うんですけど、うん、ご賞味されましたか。月のやつじゃないですか、いただきました。いただきました。美味しかった。ぜひあの月の名所ということで有名なので、うん、ぜひぜひあのいろいろご堪能していっていただければと思いますが、はい、あの素敵な笑顔でした。ありがとうございます。ありがとうございます。あとはこれがあの北海道洞爺湖サミットとか伊勢志摩サミットで、各国首脳にも提供されたものと同じワインです。ここでは何を売ってるんですか。こちらではですね、本日限定のおつまみのセットの販売を行っております。なるほど、今日のおつまみどんなおつまみなんですか。はい、あの軽井沢の駅舎にあるプリモフィトというお店なんですけども、はい、普段のこの6号の電車の洋食のお食事も担当しているお店なんです。はい、そちらのお店が今日のためだけに特別にこちらおつまみセットをご用意しました。ぜひあの頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。どうですかね、この六文線は。あの大変堪能させていただきました。あ、すみません、自己紹介お願いします。あの小諸市長の小泉です。いろんなワインを今日は飲んだんですが、一番良かったのは何でしょうか。はい、あの地元のソラリスですね、万座院さんの。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。今日の感想はどうでしょうか。はい、この千曲川ワインバレー特区の協議会のイベントとしてですね、大々的に今日は各地区同時に開催できました。本当に嬉しく思っています。久しぶりに電車乗ったじゃないですか。はい、そうですね、六門でお酒いただくのは私初めてだったんですけど、すごくあの雰囲気が良くて、もともと美味しいワインがさらに美味しくいただきました。特に美味しかったのは何でしょうか。そうですね、白ワインも赤ワインもどちらもなんですが、またワインを引き立てるそのお料理がですね、素材の味を生かしたあのお料理でして、地元の食材をふんだんに使ったもので、それぞれがですね、いいあの塩梅で美味しくいただきました。六門という電車を利用して、はい、ワインバレーといいますか、はい、あれはどうでしょうかね。そうですね、今もまだ停車中でして、中にお客様大勢あのワインをお楽しみいただけますので、かなりこれからもですね、注目度もアップすると思いますので、また来年以降引き続き開催できればと思っています。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日の予定はどうでしょうか。今日はこの後あのかやさんに行って、まだあのイベントやってますので、まだまだ続きます、ね。はいはいはい、よろしくお願いします。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ピチャーさんですね。はい、ワインではなかった。ワインはそちらです。そうです。ピザかじりながらってやつですね。はい、いらっしゃいませ。チャイホットください。チャイホット、ありがとうございます。800円です。寒いですもんね。まずこれから飲み比べないと飲めないです。いや、無料で試飲してますから。あ、そうですね。はい、素晴らしい。いろんなの飲めるんですね。まあいろんなのって2種類しかないんですからね。あ、そうなんですか。ヴィンテージこう3つあるから4種類なんですよ。
これはね、千曲市の試験補助で作った、ね、あのブドウで醸造したやつ。なるほど、はい、読めないんですけど、何て書いたんですか。カベルネソビニオン、2019年ものですね。なるほど、はい、2019年。その向こうにあるのがマルベックって種類です。はいはいはい、はい、これは2017、18、19ってあるんですけど、3年間分。これはね、1年分しか残ってないもんで。やっぱり味違うもんね。全然違う。あ、はい、美味しいです。カベルネ次ください。カベルネね、はい、カベルネいきます、はい、カベルネ、両方カベルネいいですか。あ、はい、両方両方カベルネいい、はい、両方、はい、さっきマルベック両方いただいて。あ、そうですか、はい、またね、ありがとうございます。ちょっと飲み味が全然違いますから。うん、醸造、東美市のワイン。醸造は東美のビラデストで、うん、あ、なるほど、やってもらってるんですけどね。ワイン受験は滑らない。微妙なところで難しいっていうこと試験補助、ワインブドウ研究会の試験補助で作った、その年によってね、はい、あの、あ、糖度がどこまで上がるかっていうのもあるんですよね、はいはい、例えばこれで見ると、うん、市役所内で糖度が21.3。ワインブドウ研究会っていう、まあ、市役所のね、ところがこれ見てくると、そこでこう、こっちの壁のなんかは生産者、ブリックス25もある。なりたいなって、そこでかなり糖度高いですよ、ね、うん、そうするとアルコール度数も 13%、 そういう期間ですね。あ、アルコール分も糖度が高くなるとアルコールも高く、そういう関係が、ね、あるらしいですね、はい、ありがとうございます。あの、どれ、これ、まあ、社員だね。あ、これはね、うん、今食べ頃の社員。昨日取って、はい、今日でね、もうこれ最後なんですよ、路地でね、はいはい、そしてこれはこれはね、キウイです。あの、中黄色いね、ゴールデンキウイっていうのです。はい、山里フルーツ園っていうのは、はい、あの、私のあれなんです、ね、生意気にも作ったんです。なるほど、はい、あらー、ありがとうございます。これは、ドライフルーツ。ドライフルーツです。一応うちの農園で採れたフルーツを全部、リンゴですね。リンゴとあと梨とイチジクまで。そう、実は製法があるわけですね。もう時間をかけて、長い時間かけて乾かしてる感じですね。やっぱあんまり短いと乾ききらないんで。いや、本当にじゃあ乾かっただけなの。あ、そうです。もうだから砂糖も入れてないですし、あ、ないです。うわ何もないんで、だから割と賞味期限はもう1ヶ月ぐらいで。え、どこでこれやってるんですか。農園は篠ノ井なんですけど、篠ノ井のあの、もっと上の、うん、動物園よりもっと上にあるんです。より上動物園横切ってくるんです。横切って上に上がってくる感じ。本当なんていうワインなんですか。イルフェボーっていう会社のワイナリーのワインになります。千曲市の初のワイナリーの。ああ、はい、稲荷山とかにあるって。稲荷山のちょっと隣の八幡というところなんです。はい、